こんばんは。九州から参りました久米八千代です。九州は大地震、大雨、火山の噴火までありまして、受難の時を迎えてますけれども、その中でもがきながら再生していこうとする物語を歌いたいと思います。復活。心も混迷し悩める時代を生きています。繁華街に、片隅に見かけた2人の女性を歌にしました。悪い女。私を指さし、不良な娘と冷たい目で蔑む。知らない男を父さんと呼んだりしてさ、守るべきもののために嘘もついた。しゃがんだ高さから見えるビルの前、私を振り返り、哀れな末路だとささやきうなずく。
の言葉はるか昔話幻彼方横たわる私に降りてくる白い蝶人は悲しいと空を見上げるという言葉に触れました。3曲目、夜明けのオリオン。オリオン座が昇ってきた。冬の星を真夏の夜明けに今見ている。あなたをずっと待ちわびて、ずっと待ちわびて、もうどれくらいの時が流れたか。遥かな時が過ぎたのか。私は随分年老いたか。それも気づかぬまま
できなくて、他には何もできなくて、愛しさは募るばかり、今もなお夜明けの風が運んでくる空から届く知らず湯を私両手に受け止める。悲しみは尽きることを知らず深く胸に沈む、最後の曲です。東京というスーパーシティに世界中の人々が引きつけられています。近未来と歴史、希望と絶望、光と闇、拮抗するものの2つの力がせめぎ合って大きな力を成しています。私の東京です。東京、橋を今通り過ぎる平和
ボード足立、ドラム吉、エレキ秀樹、ありがとうございました。